では新型コロナウイルス感染症に関しまして知事から発表がございます。よろしくお願いします。沖縄県では本日新たに71名の新型コロナウイルス感染症の患者が確認され、7月に入ってからの累計感染者数は253名となっており、爆発的な感染拡大が見られます。地域別の感染状況を見ますと、中南部地域での発生割合が多く、特に115人が那覇市内での発生となっております。また北部地域で4人、宮古島地域で1人、八重山地域で7人となっており、中南部地域以外への感染拡大が懸念されます。県内の感染状況を見ると、20代、30代以下の若年層への感染が多いこと、夜の繁華街で感染が広がっていること、家庭内や職場での感染も多くなっていることが特徴です。県内の感染拡大のスピードは想定を上回り、警戒レベル指標における病床利用率は 104.2% となっており、軽症者、無症状者用の宿泊療養施設を含めた病床の数が逼迫している状況を表しています。何としても医療崩壊を食い止めなければいけません。現在政府においては緊急事態宣言を発出する動きは見られませんが、本県は島嶼県であり、医療資源には限りがあることに鑑み、警戒レベルを第3段階に引き上げるとともに、県民の健康や生命を必ず守り抜くという思いで、防疫体制の強化に全庁を挙げて取り組んでまいります。新型コロナウイルス感染症は2週間我慢すれば、頑張っていただければ、その感染拡大を抑制することができます。沖縄県がこのような重大な局面にあることを沖縄県民の皆様にしっかりとお伝えし、県として感染拡大防止に全力で取り組むため、沖縄県緊急事態宣言を発出いたします。宣言の期間は8月1日から8月15日としており、この間次のことについて皆様にお願いをいたします。1つ、感染症を拡大させないため、沖縄本島全域においては不要不急の外出自粛をお願いいたします。なお離島地域においては可能な限り外出を控えていただくようお願いいたします。1つ、那覇市内の飲食店の営業時間を朝5時から夜10時までとするようお願いいたします。1つ、急速に感染が拡大している那覇市松山地域の接待接触を伴う遊興施設等について休業を要請します。1つ、県民の皆様には県をまたぐ不要不急の往来は自粛をお願いします。県外からの渡航については慎重に判断していただきますようお願いいたします。1つ、該当自粛を求めている離島への渡航は自粛をお願いいたします。またその他の離島についても、離島の医療体制は大変脆弱であることから、本島と離島間、離島と離島間の移動については必要最小限とするようお願いいたします。1つ、県内イベントの開催については中止、延期、または規模縮小の検討をお願いします。なお実施する場合にはガイドラインに沿って十分な感染対策を行ってください。県といたしましては、患者がさらに増加することが想定されるため、医療機関や療養施設などの拡充を急ぎます。県民の皆さんや本県に来訪する皆さんが力を合わせて協力し合うこと、支え合うことができれば、必ず新型コロナウイルスの感染症の拡大は防ぐことができます。抑え込むことができます。ですから引き続き、うがい、手洗い、マスクをつける、3密を避ける、人と人との空間距離を取るなど、新しい生活様式をしっかり実践し、皆さんお一人お一人が意識を持って現在の状況から回復していくために、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。それから厚生労働省推奨の
アプリココアを活用し、またさらに県の公式 LINE アプリに付与しているパーソナルサポート機能も本日から運用開始されています。今回の感染者数を見ると圧倒的に若い方々が多いです。20代、30代、40代、こういう方々は携帯のアプリの扱いも慣れていらっしゃると思いますので、必ず皆さんができること、新しい生活の様式にしっかり取り入れたいと思うこともご自分で率先して実行してください。本当に大切な人を守るためには一人一人の努力が重要です。でもその努力は必ず報います、報われます。第一波の時もそうでした。県民が頑張って5月6月しっかり抑え込んでいました。これは一人一人がよしやろうという気持ちで頑張っていただいたからに他なりません。県民の皆さん、事業者の皆さん、みんなで力を合わせてこの第2波の現在の危機的な状況を一緒に乗り越えていきましょう。それからこれもあってはならないことですが、医療従事者への誹謗中傷や差別的な取り扱い、それからコロナウイルスに感染したからといってその個人を特定して誹謗中傷や差別をするようなことは絶対にやってはいけません。そこもよろしくお願いいたします。みんなで食い止めていきましょう。よろしくお願いします。以上です。具体者の発表に関しましてご質問いたします。まず県内感染者の流入出走者お願いします。よろしくお願いします。封鎖法の会議は当初昨日から4回開催されて、その間も感染者数の急増を続けてきました。今日は緊急事態宣言の発出ということですが、知事の頭の中でどの時点でもうこれは緊急事態宣言を発出せねばならないというお考えが上がったのかということと、このタイミングでの発出が良かったのかどうかというのを教えてください。まず私のその発出するその緊急事態宣言についての考えは、数字が2桁に上がっていた時からそういう対応が必要になってくるのではないかという危機感をずっと持っておりました。そもそも一番最初のこれは第2波がやってきたという感覚的危機的に捉えているというのは米軍基地内におけるクラスターの発生の時点です。それから基地から県民に絶対に移さないように政府にもPCR 検査の実施を求めてまいりましたし、また基地従業員の皆さんや関係者の方々への PCR 検査も医師会の皆さんと協力して行ってまいりました。なんとか食い止めようと思っておりましたが、この数日間2桁の数字が出ており、今日新規に感染した方が70名を超えるというその報告を受けて、可及的速やかに県民の皆さんにその宣言を出さなければならないということを決断した次第です。それから何だっけ、その宣言今日発出でもう明日からということになりますけれども、はい、このタイミングが、はい、このタイミングもやはり連日我々は感染者が増えているという状況が刻一刻とその対応を読み込みつつ、対策本部会議を開き、県民の皆さんにもメッセージを発出させていただきましたが、やはりそこの感染拡大のスピードですね、それが今日の段になってはもうそのスピードに対応していかなければ医療体制が逼迫してしまう、防疫体制が取れなくなってしまう、ますますこれから人の動きが広がっていけば拡大の防止も手遅れになってしまうということもあり、今日この緊急事態宣言を発出しなければいけないということで発出をさせていただきました。県民の方はもう明日からという
ていうので、混乱も出てくるのかなと思うんですが、これまで1週間その対策法の会議なんとか開かれる中で、もう少し早くできなかったかなというのも、ちょっと私としてはまた、懸念も思うかと思う方もあると思うんですが、その点についてはいかがですか。その判断については、昨日もお話しさせていただきましたが、その時その時に適切に会議を開き、情報収集し分析をして、県民の皆さんに、その、感染拡大防止についての、お一人お一人の自覚と協力をお願いをさせていただいてきております。ですが結果的には全国も感染の拡大が広がっている。沖縄だけではなく全国も広がっている。ですからおそらく他の都道府県も国が緊急事態宣言を出さなくてももう独自に緊急事態宣言を出さねばならないという状況まで追い込まれているというように思います。ですから今日この時点で出して県民の皆さんの行動をやはり広げないためにもう一度お一人お一人が少し我慢をしていただいて、その代わりみんなで広げないでおこう、移さないでおこうということの取り組みをしっかり行っていけば必ず封じ込められるということも含めて県民の皆さんにお話をさせていただいた次第です。では県外幹事長の毎日新聞さんお願いします。毎日新聞の緊急事態宣言出されましたけども、県外からの渡航については自粛を求めるのではなくて慎重に判断していただくようお願いするとしていますが、その理由についてまあこれはすいませんちょっと資料忘れましたけど、全国知事会でも今日メッセージを発出しておりますが、やはりGoTo キャンペーンが進められている以上、たくさんの方々がそれを利用したいと思っていらっしゃる以上、その、GoTo トラベルを使われる方々のために、国や自治体が実施する割引メニューを活用し改めて地元の魅力を体感してくださいということで、近隣エリアを旅行することにより、みんなで、観光関連業者を応援しましょう、感染状況が落ち着いたら遠方にも足を伸ばしましょうという、そういうメッセージも出させていただいています。それから私たちからは、居住地や目的地の都道府県が出す最新情報を確認し感染防止対策に協力しましょうというこのコメントも、沖縄県からはぜひこの沖縄県の緊急事態宣言が出されている状況を、確認をしていただいて、もし、沖縄に行くというのであれば慎重な判断を、求めたいという方向性でいいだろうということを確認させていただきました。ですからそういうことも踏まえて私たちはその県民向けと、県外からいらっしゃる方々の二通りのメッセージを発出させていただいてだということです。知事はこれまで感染拡大防止ともにいかに打撃を受けた、県内経済や企業の不適化ということを述べられてきましたが、今回もそのちょっと配慮があったのかなと思うんですけども、その観光などの現在にも打撃が予想される今回緊急事態宣言を行った理由について、至った理由についてはいかがですか。今日宣言を発出するに、あたってその前に、文化観光スポーツ部長からも各業界団体に、緊急でヒアリングをさせていただいて、さまざまな意見を聞かせていただいています。その上で、判断をさせていただいたことですので、そのことはおおむね、観光関連業界の方々もこの全国での感染の拡大、沖縄県における医療体制の逼迫した状況などは十分ご理解をいただいているものと思います。それでは、関西以外の社の方から質問を受けたいと思います。NHK 菅野です。渡航自粛について、県民に対しては、不要不急の場合の自粛を求めているということですけれども、県外からより厳しい内容を求めていると思うんですが、県内では今日小学校が終業式を迎えまして、明日からの夏休み、ただでさえ短い夏休みをご家族のご旅行を計画されてた家族も多いかと思うんですけれども、これに対する補償についてはどう思うんでしょうか。その件については文化観光スポーツ部とこれからまた、細かい点については
相談すると思いますが、皆様のお手元にもあると思いますけれども、今回はこの紙届いてますか。この紙の一番下に書いてあるのは、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づくお願いです。ですから自粛という言葉は非常に強い言葉ではありますけれども、あくまでも我々ができることはこの、行動の禁止ではなくてお願いという意味での自粛ですので、そこはどのように判断されるかはそれを利用される方々に、お任せするしかないということになると思います。朝日新聞の藤原です。はい、先ほど知事も言及ありましたが、感染がまさに全国に広がっている状況です。ただ今日菅官房長官もですね、会見の中でまだその全国国として緊急事態宣言を出す状況には至っていないというふうに述べています。で、結果その自治体が独自に判断するあるいはしなければいけない状況になっているわけですが、国として緊急事態宣言を出すべきかということと、今出さずにいるというこの国の対応についてはどのように評価されますか。私はタイミングを出すべきだと思います。ただそのタイミングを出すかどうするかは、国が行っている GoTo キャンペーンやさまざまな経済活動を回していこうとしていることの整合性をきちんと取らなければいけないのではないかと、冷静に考えると、そこでそれぞれの実際の状況の情報も政府にはしっかり上がっていると思いますが、まだ政府として全体をどうするということの決断には至っておられないのだろうと思います。しかし我々は政府の判断を待たずに沖縄県独自の緊急事態宣言を発出して、医療の崩壊や県民の健康あるいは生命をしっかりと守るということを強く打ち出していく必要があるということで、今般このような宣言を発出させていただきました。那覇市内の飲食店の時短なんですけれども、朝5時から夜10時までしています。で、県が定めた実施例では、午後8時までとなっています。で、その他にもその、休業要請、時短も含めてですね、那覇市内だけにとどめています。若干その範囲がですね、狭いのかな、また時間も、短いのかなというふうに気がするんですけれども、これはこの対応で、現在の新型コロナウイルスの感染拡大をとどめられる、抑えられるという判断からの判断なんでしょうか。前回は、6時、7時でしたっけ、7時、8時、前回、この第3段階に書いてあります。酒類の提供7時、営業8時、時短は7時、8時ですよね。実は第1回目の時にお酒の提供7時、お店8時という、時短の協力のお願いをしたんですが、結果的にはもうその時には休業補償なども含めて、しっかりと国の方針として、その裏付けがありましたから、ほとんどのお店が休みをするということで、結局は休業補償という形で補償を受け取られたんだと思います。しかし今回は国ではなく県がお願いをするレベルでの緊急事態宣言ですので、そこは必要最小限営業ができる時間帯ということを考え、午後10時ということにさせていただきましたが、しかし、それもまた時短になりますので、1事業者あたり10万円のその支援金を、協力金ですね、協力金を支援しようということで、時短のお願いをさせていただきたいということになりました。ありがとうございます。質問は、県外に今出ているその県民が戻ってくる場合というのは、これはやはりその県外から戻ってくるという意味では、自粛ということになるんでしょうか。それとも慎重な判断ということになるんでしょうか。私の思いとしては、やはり15日までは自粛をしていただきたいと思いますが、しかし今いらっしゃるところでもまたどのように変化をしていくのかわからないので、早めに自宅に帰ってきたいということであれば、できるだけ
出先でもし可能であれば PCR 検査を受ける、もしくは、空港に来て空港で症状はないけれども PCR 検査を受けさせてくださいと言えば我々が、対応可能であればそれも対応可能したいと思いますけれども、何分にも空港のタコも今、これから拡充はしますけれども人数が足りませんので、そのことについては保健医療部としっかりその対応についてできるだけ早期に、その方向性具体的な、中身もしっかり決めておきたいと思います。はい、これから夏休みシーズンということで、今回から沖縄に特に今回海外にも行けないのでご用意する客は多いと思うんですけれども、そういう方々に呼びかけを、改めてお願いします。県外の方々ですか？県外在住の方で沖縄に、夏休みに行こうとしていた方もいっぱいいると思うので、はい、その方々への呼びかけがあればお願いします。はい、非常に厳しい判断ではありますが、沖縄県は緊急事態宣言を発出させていただき、県民の皆さんには外出自粛を呼びかけています。ですから、県外から来られた方々も、県民が外出自粛をしている状況では非常に、旅の楽しさや沖縄らしさということを、満喫していただけるかどうか、私としては非常に、申し訳ない気持ちがあります。ですからできるのであればゆっくりとその旅行が楽しめる機会にもう一度、考えていただいて、この特に緊急事態宣言を発出している期間については、しっかり検討を 再検討をしていただけるのであればそれをお願いしたいというように思います。ただし、みんなもうすべて計画があって予約があってということもありますので、もし沖縄に来られた場合でも、慎重な、行動を取っていただくよう、お願いしたいなと思います。今回県外の、これまで県経済の兼ね合いから、いろんな判断があったと思うんですけれども、その緊急事態宣言を出すにあたって、いろんな葛藤懸念も経済とのバランスを取る意味では悩まれたことっていうのがあればお願いします。いろんな環境がありますので、その環境をどうバランスを取る、あるいは折り合いをつける、あるいは我慢をしていただくということを、常に会議の中でも、それぞれの部局からの意見を聞き、関係団体や県民の皆さんの意見をもとにして、今日このように緊急事態宣言を発出させていただいていますので、まずはこの緊急事態宣言に沿ってみんなで一緒に力を合わせて頑張っていただきたいということを強くお願いしたいと思います。はい、他に質問ございますか？よろしいですか？質問ございますか？一瞬で、すみません。知事が先ほど国が緊急事態宣言出すべきだと発言ありましたけれども、GoTo キャンペーンについては中止や延期、沖縄県を対象にすべきとお考えですか？国がその今、GoTo キャンペーンをやっている判断について、どのように考えますか？これも専門家の方々からは、GoTo キャンペーンを延期した方がいいのではないかという、提案もあったという報道を耳にしておりますが、本来、8月から始まる GoTo キャンペーンを、前倒しで、行うとすることにしたのも、一つの政府の判断だと思います。ですから、政府の判断については、その政府なりの判断があるのであろうと思いますが、その GoTo キャンペーンの最中に沖縄ではやはりこのような危機的な状態になったわけですから、それはそれとして私たちは私たちで県民をしっかり守れるためのその取り組みを進めていくことに全身全霊で当たりたいというように思います。別に中止とかの延期を求めたりとかそんな考えではない。それは政府において判断されると思いますが、私はこの機会に、旅行されることが逆に旅行する方にリスクを負わせることになってしまうということの方が非常に心配です。1、2問とさせていただきたいと思います。まだ、今いるか、また次第者の方、こちら3社ということでよろしいですか？いやいや、全部答えますよ。全部答えます。
この後またブリーフィングも予定されていますので、よろしくお願いします。はい、研究所長、上田ですけども、知事が、この県外での、県外からですね、来県に関してはお願いでしたというようなことをおっしゃっていますが、これやはり発症という、強いお願いですと保証ができないというなんか、そういう事情もあってのお願いでしたという人があるんでしょうか。我々はその特措法の24条第9項に基づいて実施をしていますので、やはりその法的な根拠はそこにありますから、そこでお願いをさせていただいているということを明確にしていきたいと思います。どうぞ。まだまだある？まだ当たってない。はい、RBC の平田です。緊急事態宣言明日からということですが、明日明後日高校野球の準決勝決勝ありますが、そういう高校野球とか、大会の考え方についてはどう考えますか。私は気持ち的にはやらせてあげたいと思いますが、しかしそこは先ほど話をさせていただいた通り、イベントの開催については中止延期または規模縮小の検討をお願いをさせていただきます。実施する場合にもガイドラインに沿って十分な感染対策を取っていただきたい。そのお願いに尽きると思います。じゃあそれは県高野連が判断することですね。はい、2回目そのものです。改めてお伺いしたいんですけども、実際その流し内だけのその時間の営業短縮を求めるですとか、この前回はですね、その県内全域の請求業を要請したりということがあったと思うんですけど、今回その那覇市内に限るということは、現段階ではそれで、新型コロナウイルスを抑えられる段階にあるという判断ですけれども、よろしいですか。まずは感染が広がっているのが那覇市内が大きいということは間違いありません。もう数字からもそれが出ています。ですから本当にピンポイントで対策を取るためには県内全域よりも集中して取り組むべきところに、なんていうんでしょう、マンパワーも、医療体制もやっぱり集中していく方が、より早く食い止めることができるんだということになると思います。ですから、そのように今感染が拡大している場所から抑えていくということをしっかりやりたいと思います。沖縄テレビですけれども、15日までの緊急事態宣言となりますけれども、この間に例えば第3警戒レベルが第3段階が継続した場合は延長されるのか、それともどのレベルまで引き下がったら終了するのか、その基準があればお願いします。当然基準は我々も7つの指標も、セットしてありますし、また、専門家会議からのその意見も、しっかりと踏まえていく必要があると思いますが、この期間については当然8月15日まで2週間ということにさせていただくんですが、その前の段階において県内の状況、感染拡大の状況が、食い止められているのか収束しているのか、そこもしっかりと見極めて、それ以降についてはまた新たに協議をして決めていきたいと思います。あと1リモートさせていただきます。手を挙げている。新興さんと後ろ、はい、先に新興さん。ちょっと今のものとも関連するんですが、その15日までの間の、不要不急の外出自粛ということですが、経済活動、いわゆる仕事とか、そのものについてはどのような、対応した方がいいのか、で先ほどその経済とのバランスの考えのいろいろ話を聞いたということですが、なぜでも今回この緊急事態宣言を発出する一番大きな判断材料になったのは何かというか。まず不要不急の外出と それ以外の外出についてはきちんと部局から説明をしていただきたいと思いますが、なぜこの時期かというと、繰り返し申し上げておりますけれども、感染拡大が爆発的に進んでいるからです。今食い止めなければもう
本当に食い止めるのが1日2日遅れただけでも大きな社会的な影響が出ると思います。その最も大きな影響は医療体制です。ですからそれを食い止めるために、今日の宣言の発出になりましたし、先ほど、別の方に答えた通り、まず感染拡大源からしっかり抑えていくということを全力でやっていかなくてはいけません。そういう、まあ、考えというか我々の協議のもとで決定をさせていただきました。新規感染者数とその病床の逼迫というのが一番大きな問題になります。そういうことです。はい。質問までご答えいただきます。いいですね。じゃあ。はい。ありますか。はい、あります。西日本新聞の方だと言います、はい、戦後75年関連の式典の関係で伺いたいんですけれども、長崎原爆の日出席されるような意向を示されていたと思いますが、このあたりに関してはどういうご判断されますか。広島と長崎についてはですね、今日緊急事態宣言を発出させていただいて、これ以降、どういうふうに推移していくのかは分からない状況ですから、その式典の参加については先方と協議をして調整をさせていただきたいと思います。重々その、状況を見極めて判断をしたいと思います。はい、今お時間ですので、ここまでさせていただきたいと思います。この後、ブリーフィングございますので、よろしくお願いいたします。今日は、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。